はい、今日はですね、ケーズ電機で、買ってきたんですけども、ケーズ電機はですね、これ2728円ぐらいだったんでね、確か2700円前後が、ケーズ電機の、アプリを使うとですね、500円割引なんですよ。やった、はい、で2116円になってるんですね。500円割引いいですよね、これね。はい、を使ってですね、2100なんぼで買ってきました。通常は2700円前後します。はい、では開けてみたいと思います。スリックのミニ3ですね。なんかね、三脚ちっちゃいの欲しかったんですよ。おっと、はい、これ取り扱い説明書っていうか、まあ説明書もほとんどいらないですよね。こんな感じですね。はい、すっげーちっちゃい、可愛くて、こんな感じ、こんな感じですよ。はい、ちゃんとこれも動くし、ね、はい、閉めるね、し、で、こうか、これも上げれるって言ってちょこっとなんだけど、でも違いますよね。でなおかつ足も1段、2段パチンパチンとするだけで、足も伸びます。安定感のある置き方もできます。はい、でなおかつ水平器もここにあるんですよ。見えるかな、これ水平器。はい、これを見ながらですね、水平に保つことができるんじゃないでしょうか。こんな感じでかっこいいですよね、結構。はい、がっちりしてるしね、そんなに足広げなくても全然グラグラしません。はい、でなおかつこのお値段で、ちゃんとしまう袋がついてます。すごいね、しまうときはこうやってパチン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 として、これを締め入れて中にしまうことができます。はい、はい、この中にこうやってしまうことができます。はい、でまた取り出すこともできますからね。はい、ちっちゃくて可愛い。でこれをですね、いっぱい広げて、これなんていうのかな、もうちょっとこう下げれますね。そうすると吸盤がついてるんですよ。がっちり、がっちりです。吸盤がついてるんで、下に絶対倒れません。絶対ってことはないけども、まず倒れませんね。はい、吸盤ついてるんで。ね、なかなか倒れませんね。よしと。はい、こんな感じです。今日はですね、もう簡単なんだけども、よいしょ、はい、スリックの、ミニ3ですね。4デジタル、何がデジタルなのかよく分かりませんが、はい、お値段もなかなかのお値段で、ね、私はケーズ電機で、2116円で買ってきましたよ。500円の割引券使って、これでね、2000ちょっとでこれだけのものが買えるというのはすごいですね。はい、というわけで
これの紹介でした。またね、バイバイ。